さあ始まりました映画を語るライブトークショーシネマトゥデイライブでございます。吉本芸人セブンバイセブン宮平と玉木です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあこの番組はですね、はい、映画に携わるゲストの方をお招きしましてお話をライブでお聞きしていきたいと思います、はい、ぜひライブ配信中にですねコメントや質問などお寄せいただければと思います、はい、さあ本日のゲストはですね、うん、映画町田くんの世界のプロデューサーの北島直明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ北島さんは現在大ヒット中のキングダムや千早降るなど、うん、多くの作品をプロデュースされているということでございますけれども、うん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 、このプロデューサーっていうのは、うん、そもそも聞いたことはあるんですけど、まあ、僕らもありますよ。簡単にどんなお仕事かっていう、ね、どんなお仕事なのかなっていうのを、はい、そうですよね、はいはい、ごめんなさい、さっきのちょっと前段の話がちょっと残っちゃってる、はい言っちゃいけないことを、いやいや、それはもう忘れてくださいね。それはいい、はい、忘れた方がいいです、はいはい、で、プロデューサーっていうのはどんなお仕事なのかっていうことです、はい、ピーとかつく感じのないですないです、そういうシステムではないんですか。ライブなんで。あ、なるほど、はい、プロデューサーのピーってソロピーじゃないですか。違いますよ、違いますよ、違いますよね。プロデューサーっていうのは、まあはい、まあ、いろんなケースあるんですけど、一番おそ、まあ、この町田くんの世界に関して言うと、うん、はい、自分でまあやってみたいなって映画のジャンルを常に探してるんですよね。それはまあアクションでもコメディでも何でもいいんですけど、はいはい、その中でまあこういう作品、まあ、これは原作がある作品なんです、うんうん、出会って、うん、でこれを映像化するために、うん、必要なことを考えますよね、うんうん、でそれはまあ監督脚本、はい、で今度お金を集めて、うんうんうん、で脚本を一緒に作って今度キャスティングしてスタッフィングして撮影して、うんうん、でこれでようやく3分の1ぐらいです。え、これで3分の1ですか。でその次がやっぱり一番大事なのが編集ですよね。はいはいはい、ああ、なるほど。まあ音楽つけたりとか、うん、まあ当然 CG だとか、うん、主題歌を選んだりとか、はいはい、でこれでようやく完成しましたで3分の2なんですよ。ほう、お、で残りは今度宣伝しなきゃいけないですよ、はい、あ、そっか、出来上がってからの、出来上がってからの、なるほど、はい、プロモーション活動、プロモーション活動がでようやく1本公開までなんですね。だいたいこれが2年間ぐらいです。へえー、長いです。やっぱ脚本っていうのは1年ぐらいかけて、はいはい、でまあ、撮影でまあ半年、仕上げも半年ぐらいやって、うんうん、で宣伝半年で、大体2年間ぐらいのスパンで動く。あ、そうなんですね。だから2年前ですよ、これと出会ってるのは。あ、これはやろうって決めたのが2年前ぐらい。2年ぐらい前ですね、もうちょっと前。うん、そうですね。結構ね、うん、結構温めたっていう感じがしますよね、僕らからすると。2年ってなったら、ね。いや、まあそうです。だから2年後にこれをやった時に、はい、時代とこう合ってないと、なるほど、あ、ダメなわけです。ちょっと見越しつつ、そうなんですよ。それだ、結構大事なんですよ。なるほど。あ、だから役者さんとかもやっぱそうなんですよ。うんうん、2年後もの時にこう一緒でね、もちろんしなきゃいけないので、その先々のことまでやっぱり考えていかなきゃいけないので、うわ、大変なお仕事。いや、そうなんですよ。まあ、時代読むって言ったらすごく偉そうな言い方になっちゃうんですけど、でもやっぱりある程度やっぱり世の中で今流行ってるからじゃあやろうが、それが2年後流行ってるかってそれは分かんないで、ね、うん、しかも日本ってサイクル早い、サイクル早いんですからね、もう本当に。この町田くんの世界をこう映画化しようと思ったきっかけっていうのは、いや、まず、まあ、これね、さっきも言った漫画原作なんですけど、はい、タイトルがまあキャッチーじゃないですか。町田くんの世界ってなんかタイトルキャッチーで、とりあえずジャケット買って、ジャケ買いですよね、漫画で。本屋さん行ってで、はい、で読んだら、まあこの町田くんが優しいじゃないですか、はい、もうすこぶる優しいじゃないですか、はい、そうですね、なんでそんな優しいんっていうぐらい優しいじゃないですか、はいはいはい、でその優しさに触れた時にこういろんな人たちがこう変わっていく、世界観が変わっていくっていうのがすごくいいなと思っていて、だから今ほらもうね、キャッチコピー、この世界は悪意に満ちているって俺本気で思ってるんですけど、まあまあなんか、まあまあね、言わんとすることはね、いろんな事件があるか、いや、そう、なんかその SNS とかね、うん、はい、で使ってその無責任な発言を発したりとか、うん、あのバイトテロみたいなことがね、はい、まあ、当時はまだなかったけれども、ね、でもやっぱりそうやって無責任の中で人を傷つける感じって、これはもはや悪意でしかないし、うん、はい、これは些細なことまで職場でも学校でもあるもので、うん、なんかその中に絶対的に優しい人がいたらっていうことを想像しただけでちょっと救われんじゃねえかなと思ったわけですね。そういう本当に別に世の中を変えたいとか良くしたいとかそこまで大それたこと考えてはないですけど、うん、なんかそういう人、あ、なるほど、うん、でそれを見たら、だってこれ映画ご覧になって、見ました見ました、
めっちゃ人に電車の席譲りたくならないですか？いや、なりますよ、なりますよ、はい、本当に思ってます？思ってます、思ってます、うん、だってもうかなりもう見ただけでやっぱちょっと影響力というか、例えばあのアクション映画見てアクションを見た後に映画館でってやるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、その感覚とちょっと僕は似てるなって思いました、うん、だからその親切なものを見てちょっと親切なことやりたいなっていう、はい、そう、それでいいんですよ、本当ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ、うん、はい、みんながそうやっていければいいと思うんですよ。世の中ね、悪意がちょっとずつ減ってくる、うん、減ってくんじゃねえかなっていう、はい、そういう思いでこの町田くんの世界にっていうことですね。そうです、そうです、はい、さあそれではですね、うん、ツイッターでも、事前に募集した質問を交えながらですね、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、まずは皆さんと一緒に予告編を見ていきたいと思います、はい、それでは予告編どうぞ。お願いします。この世界は悪意に満ちている。弱い者をいじめ、他人の不幸を喜ぶ、思いやりなんて存在しない、そう思いながら暮らしてきた。でもある日、一人の青年が現れた。町田君ってどういう人？人のことばっか考えてるっつうか、全人類を自分の家族だと思ってる。坂井さんは人が好き？なんだその質問。勉強も運動もできないけれど誰よりも優しい町田くん。なんでお前はいつもそんな一生懸命なんだよ。俺なんかにちゃんと向き合ってくれた人今までいなかったから。でもちょっとそういうことは好きな子にしかやっちゃいけないの。そうなの？君が瞬きするたびに。好きな人って何ですか？知らないよ。好きな人って何ですか？いやだから俺が教えてほしいんだよ。町田くんがわからない感情に出会った時、全ての人を巻き込んで予想もつかない物語が動き出す。どういうこと？男っすか？つか人間？やっぱりすごい青年だ。大変な時ね、世界がぐるって変わっちゃうから。一生懸命な町田くんがみんなの世界を変えていく。わからないことがあるからこの世界は素晴らしい。俺どうしよう。町田くんの世界、俺わかりたいんだ。さあ予告編の方をご覧いただきました、はい、北島さん、うん、簡単にこの作品の内容というのをちょっと教えていただけますか？あ、内容ですか？はい、まあ、そんな作曲から何回も言ってる町田くんってこの細田奏太くんが演じてるこのキャラクターが、はい、まあ、とにかくすこぶり優しいわけですよ、はい、もう本当に神様みたいに、うん、ただ彼は唯一ね人を好きになるってことがわからないんですね、うん、はいはいはい、普通に考えたらね、なかなか考えられないですよね、高校生で、うんうん、でも彼は知らない、うん、でそんな彼がある時この井ノ原さん、うん、この方はこの方で過去にものすごくトラウマを持っていて、はい、人が嫌いなんですよ、うん、そんな人が嫌い、つまり自分と真逆の彼女と出会うことによって、うん、なんか変な感情が芽生えてしまうんですね、はいはいはい、今まで自分が味わったことがない、わからない感情が芽生える、うん、それがまあ言ってみれば初恋になるんですけれども、うん、でもその初恋すら彼は気づかないわけです、はいはいはい、でそこにこうやきもきしながらでも彼の周りにいるこういろんな悩みを抱えている人たち、うん、この中で彼自身が影響を与えて彼らが変わっていく、で彼らが変わったことによってそれがまた彼に返っていって、うん、彼がその分からない感情と向き合っていき最後に、うん、あのとんでもない、はい、僕らは見ましたね、ということです、はい、そうですね、でこのお二人なんですけど、はい、この新人のオーディションで主役を射止めたというか、そうなんですよ、これなぜ主役を新人にしようと思ったんですか？まず一つはこの町、その人には優しいんだけど声がわからないって、うん、かなり特殊なキャラクターじゃないですか、うん、そうですね、なんかありそうですもんね、普通に生活してたら恋って、うん、で例えばじゃあ著名な力のある役者さんやった時に、うん、声が僕わからないんだって、例えばそんなセリフないけど、はい、わからないんだって時にいや嘘やろって、まあまあ、ちょっと思うじゃないですか、でも役者さんその辺難しいなと思うんだけど、うん、どうしてもパブリックイメージっていうのがどうしても付きまとってしまうんですよね、だから当たり役とか、はいはい、この役ハマってるねってことがあるんですけど、うん、だからそういうのもあって、ね、なるべくこうフレッシュな人がいいなっていうのがやっぱ根本にあるんですよね、うん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 、でまあ最初はさすがにあまりにもその経験がない子ではなくて、うん、まあ、そうい う, こう力のある方々にも来ていただいたんですけど、うんうん、オーディションの中で、まあ、ひときわちょっと、うん、特殊だったんで、町田くんぽいというか、ぽいというか、いや町田くんぽいというか、もう入ってきた瞬間に異質なんですよ、うん、キャラクターがなんかもうフォルムとか、あその持ってる細田くん自体の、はい、そうです、他の子と全然似てないんですよ、今の子ってどうしても、うん、手足が長かったりとか、みんなねこう、うん、かっこよくて、うんうん、この子ちょっと違うんですよね、雰
囲気がもう入ってきた時から違ったんですよ。っていうこう面白さがあって、で井ノ原さん役の関水さんも、はい、入ってきた瞬間に号泣なんですね。まあ、石井監督のファンだっていうことで感動しちゃって、あと緊張して、なるほど、それを解き放たれて、で普通考えたらダメなんですね。まあそれはそうですよね。でもさすがになんかかわいそうだったんで、かわいそう。あそこに北条さんもいたんですか。もちろんもちろん。で、あ、なるほど。で芝居せずに、うん、じゃあバイバイっていうのもちょっとね、さすがにあんまりなんで、じゃあちょっと泣き止んだらって、うん、おいでっつって、うん、違う組に回す。なるほどなるほど。でそしたら2回目来た時また泣いとるんですよ。でもうダメだこれ、もう嘘だろってなりますよね。で嘘だろってなるんですよ、はい、もう何しに来たってなるじゃないですか。そうですよね。で3回目来て、はい、3回目もう泣いてるんですけど、まあ、しょうがないからやりなさい、うん、でやったらとんでもない芝居してきたんですよ。僕今までオーディションでいろんな、あの本当 3,4 千人ぐらいの若い人を見てるんですけど、はいはい、それこそ、ね、今おときめく真剣佑だったり、はいはい、横浜流星君とかもオーディションで抜擢してきたんですけど、うん、はいはい、あの今まで感じてこれこそ感じたことがないぐらいのとんでもない芝居してきたんです。初めてですよ、オーディションで人の芝居見て泣きそうになったの。はい、あの一番最後のプールの芝居ですよ。はあ、あ、それをやって、そうオーディションでやって、あんだけ泣いてたのにっていうギャップもありつつの、何この子と思って、逆に北島さんが泣かされそうになると。いや、そうですそうです。うわー、すごいなこれは。ガラスの仮面で恐ろしい子ですよ。じゃあもう2人に衝撃を。衝撃を言いました。僕は衝撃を言いました。なるほど。細田さんがこう、演じた町田くんの魅力っていうのは、うん、もうその入ってきた時の印象そのままなんですか。そうですね、もうあの真っすぐでぶれない感じというか、しっかりしてて、で僕よりもでも一番最初に監督の方が、はい、あの石井監督が細田くんにすごく興味を持っていたんですね。あの彼は違うっていう。石井監督自体やっぱりこういう細田くんとか、うん、そういったこうなんか違うような方ってやっぱ好きだったりそういうの察知したりするんですか、ね、どうなんですかね。でも、うん、あの石井さんは監督は誰に対してでも自分に対して、特に自分に対してはプロ意識みたいな、プロとしてやるべきこととかっていうのをすごく課せられる方なんですね、うん、あとさらに自分の責任、うん、はい、ほうほうほう、自分の喋ること行動すること、うん、みたいなことに対してものすごく責任を持たれる方、当たり前でやるのは結構難しいじゃないですか、はい、そうですね、なんかちょっと逃げたくなる時あるじゃないですか、うん、それが一切ない人なので、うん、逆に言うと相手に対してもそれを求めるというか、なんかそういう意味ではすごくなんかそれがなんかあったんですよ。なるほど。何も分からない状態だったけどもやっぱあったし、でも実際すごかったですよね。なるほど、すごいな。はい、その町田君と、うん、井ノ原さんの関係でこう注意したこととか、うん、動作とか所作とか言動とかどうですかね。そう、難しいですね。まあ、実際初めてだったんですよね。あ、2人がご一緒する、うん、それはそうです。でも2人ともそんなの考えられないですよ、はい、もう自分のことでいっぱいいっぱいだったんで、うん、まあ、本も覚えたりとかっていう、ね、一生懸命、うん、ただ、クランクインの1ヶ月もうちょっと前ぐらいからですかね、はい、定期的に集まって、うん、あの監督とその芝居の特訓は続けて、はい、まあ、そういう意味でお互いそこででもやっぱりお互いもちろん気は使ってたと思うんですけど、うん、でもやっぱり自分のことでいっぱいいっぱいだった、うん、でもそれが逆に良かったんですよ。ああ、なるほど。なんかそれ絵の中にも出てると思うんですよね、うん、なんかあれ噛み合ってんのこれみたいな瞬間あるじゃないですか、はいはいはい、でもそれが逆に一生懸命やってるから、うん、なんか可愛くみずみずしくなる。確かにそうですね。じゃあ最初のこの印象でこうすごいなってあったじゃないですか、はいはい、で多分、まあ、等身大ぐらいの年齢のだと思うんですけど、そうですね、彼が当時16歳で、うん、彼女19歳で、はい、こうオーディションからこう撮影を終えるまででやっぱこう成長というか見れたりしたんですかね。人が変わっていくというか、まあ変わっていくって言ったらいいんですけど、いやでもあのそこはそんなに、うん、あのもちろんお芝居はどん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 良くなってきましたし、うん、はいはい、ですけどやっぱりなんかその変わっちゃう、簡単に変わっちゃうことってあんまないと思うんですよね、うんうんうん、でまだ多分実感湧かないと思うんですよ、うんうんうん、まだ一生懸命あの宣伝頑張って、うん、あ、そうですね、多分ようやく多分初日を迎えて映画公開になって初めてそのね世のお客様たちの目に触れて、ね、反応があって反応が返ってきて、でそこで初めて実感するんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だもう常に全力でということで取り組んでいたということですね、はいはい、そして共演者がまた脇を固める人たちが豪華な役者陣でございますけれども、
豪華ですよね。全員主演やってますからね。そうです ね, すね。基本的にはもう今をときめく方ばっかりですからね。同級生役には、はい、岩田隆典さんがいたりとか、はい、高畑充希さん、はい、前田敦子さん、大河、うん、さんなどね、はい、こういるわけですけども、うん、これね、同級生の男の子役でいて、またこれ同級生に見えますからね、うん、そこすごくないですか。見えるってことですよ。ああ、なるほどね、うんうん、これでもやっぱり監督の計算ですよ。ああ、なるほど。つまりあのピュアで特別な存在の町田君、井ノ原さんを育、うん、あの際立たせるために、うん、その周りにその要は芝居も、うんうんうん、もうテレンテクダなこうなんか上手い人を置きたい、うん、はい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 。で言ったら役者ほど自由なものはないんですよ。芸人さんもそうだと思うんですけど、うん、何にでもでなれるじゃないですか。はいはいはい。じゃあ本当のお金持ちじゃなかったらお金持ち演じちゃダメなのかとか、うんうんうん、あ警察官じゃないのに警察官演じたりとかするわけじゃないですか、うん、はいはいはい、そうですね。でも彼らはプロなんで、はい、高校生の芝居をしてるわけですよ。はいはいはい。だから見えるんですよ、不思議と。そうですね、はい、全然年はガクンと上でしょうけどね。でも全然同級生なんですよ。やっぱ彼らの芝居うまいですよ、うん、でもここでないと見たことない芝居ばっかりみんなやってるんで、うん、そうですね。でやっぱあの、まあ、僕だけの見方かもしれないですけど、はい、学生ものとかを見ちゃうと、うんうん、あのなんかちょっと自分の学園時代、学生時代とのちょっとこう一緒のキャラクターを探してしまうっていうのがあって、僕ちょっと大河君寄りのキャラクターだったんですよ。ああ、なるほど。ちょっと、ちょっといじられる、いじられて、なおかつ自分の気持ちをまあずっとこう、なんていうんですか、元気よく言うみたいな、はいはいはい、もう大河君がそのキャラだったんで、はいはい、すごい良かったなと思って。あ、そうですか。はい、すごい僕なんか憧れの年齢違いますけど、ちょっと憧れちゃいました。あ、本当ですか。はい、すごい良かったな。あの言っときますどういう反応すんのよすげえ好きだっつってた。いや、めっちゃ好きになりました。いい役者さんですよね、はい、そして大人役として、はい、池松壮亮さん、はい、戸田恵梨香さん、佐藤浩市さん、はい、北村ゆきやさん、松島菜々子さんなどなど、うん、こうね、こう今出てますけど池松さんがね。いや、もう池松さんはね、もう言ってみれば本当に裏主役というか、うん、あのまあ、町田君の対局にいるんですよね、うん、同じく眼鏡をかけていて、うん、彼は白い服を着ていて黒い服を着てて、うん、そうですね。要は町田君の世界じゃない世界にいる町田君ってことですよね、うんうん、つまりこのまさにこの悪意に満ちた世界にいる、うん、象徴、そこに悩んでいる、うん、表と裏みたいな。そうなんですかね。だからあのバス降りてきた時にこうあるじゃないですか、うん、はいはいはい、ありましたね。で、あそこの2人の中に線が、ただこのシーンの後ですよね、はい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 、線があるんですよ。あ、その壁側にってことですか。いや、壁の中にこうなんか変な水の筋みたいな、はい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 、だから町田君の世界と、ああ、なるほど、吉高君の世界、悪意に満ちた世界と善意に満ちた世界があそこで開口するわけです。なるほど。そう、あ、それは全く気づかなかった、僕ら見てて。そうすると、その後ですよ、変わっていくのは、うん、はいはいはい、なるほど、そうですよね。で、そこで変わったことによって彼も変わっていくわけですよ。うんうんうん、確かに。あそこすごいんですよ。しかも、気づかなかった、熱めちゃくちゃ帯びてますからね、うん、あそこの芝居、はい、そうなんです、ものすごいですからね。ただ熱を帯びてるだけじゃなくて、ちゃんとしたコメディ要素もあったりとかがすごい絶妙だったんですね。あ、いいこと言ってくれました。そう、これだけ言っときたい、コメディ、コメディね。そうですよ、コメディ色満載ですよ。結構笑えるんですよ。いや、あの 見させてもらった時の試写会でまあまあ爆笑でしたよ。あ、そうですか。はい、まあまあどころじゃない、うん、僕の隣にいた女性は、うん、タイトル出た瞬間笑ってたから、ね、それは違う、それはもうやばいよ。いや、本当なんです、これ本当なんです。いや、どこで笑うの。いや、だから俺マジでもう原作が好きなんじゃないかなと思って、その人、ね、ね、だからもうただの風景で町田君立ってるだけで一人だけ笑ってるんですよ。だからもうそれぐらい好きな人もいるっていう。なるほどなるほど、はい、これぐらいの人いましたから。監督も多分見てるんで今。え、はい、本当ですか、はい、あのさっき見た方がいいですかって言ったら、暇だったら見といてください、はい、あ、どうもよろしくお願いします。いや、これはもう北島さん先に言ってくださいよ。言うの忘れてました、ね、もう本当。あ、そうなんですか。さあ、そうなんですね。そしてツイッターでも、はい、質問の方を寄せていただきましたけれども、この役にはこの人しかいないと最初に思ったのはどなたという質問が来てるんですけれども、これはでも僕は自分で決めないんですね、はい、大体監督、どの作品もそうです、監督と話し合って決めるんですけど、うん、はいはいはい、一番最初は、うん、岩田くんと、はい、池松くんですね。ああ、そうなんですか、はい、岩田くん先っていうのはちょっと意外でした、はい、
であと、はい、まあ大河君もそうですね。でも要はあのまあ誰一番っていうと非常に難しいんですけど、はい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 、でももうあのまず岩田君池松君ですね、一番最初にオファーかけたの。へー、うん、ピンときたっていうのはそこなんですね。まあでもそれは監督と話し合って、最初僕も、はい、え岩田君が高校生でいいんですかっていうのはもちろんありましたけど、はいはいはい、でもあ監督がもういやこの氷室という役は岩田君じゃなきゃ多分できないかなと。はあ、なるほど。いまだに2年前の3月の3日かな。いやアニバーサリーがすごい。あすごい、あそうなんですか。へえ、なるほどなるほど、はい、さあそしてまたツイッターでやらせていただきました、うん、主役の2人がオーディションで選ばれた新人さんで、周りは豪華俳優陣という異例のキャストとなっていると思うんですが、撮影時の雰囲気どういったものだったかということですね。あの今回フィルムで撮ってるんですよ。ほうほう、あのこれフィルムって何かっていうと、うん、デジタルの場合はね、うん、あのデータなんで、うん、全然あのデータ量でないんですけど、うん、フィルムってカタ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 、はい、だからあのミステイクするとその分あの撮ったフィルムがダメになっちゃうんですよ、ま、無駄になっちゃうんですよ、はいはいはい、つまり金回しながらこう撮ってるような感じなんですね。あで まあ、あとはその一回性みたいなところの貴重性とかあって、うん、だからそういう意味ではすごく現場緊張感があって、うん、で監督がそのフィルムの世界っていうのを、まあ、新人だからっていうのもあって、うん、映画の世界にようこそって言ったら変なんですけど、うん、まあ、映画を分かって、まあ、今フィルムなんかでまず撮らないので、はい、そうですね。でもそういうのがあったし、うん、そういうのも、はい、経験させてあげたいとか、はい、あげたいっていう監督の思いで、うん、だからすごい緊張感もあったし、で彼らは彼らでやっぱり普段やらない芝居をしなきゃいけないという緊張感とか、あとね結構だからいい緊張感の中でやってましたよ。うん、まず殺伐とかではもちろんなくて、本当にいい緊張感っていう、うん、うん、周りの方たちもこう新人さんだからっていうことでとりあえずサポートしてとかっていうことですか。あでもそのサポートってもちろんいつあの優しくして接してくれてますけど、はい、でもちゃんと真正面からバチバチで芝居してくれましたよ。うん、一人の役者さん女優さんとしてってことですよね、はい、新人だからとかじゃなくて、ちゃんとそこに立ったら役者でしょっていう、なるほど、そういうことが自然とできる方じゃないですか。あちゃんと人としてというか、人としてちゃんと役者として向き合うっていう、うんうんうん、いやでもこの映画見させてもらって、うん、全力ってやっぱ大切なんだなってすげえ感じましたね。そうですよね。いやそうなんですよ、うん、あの一生懸命って いいんですよね、うんうん、なんかあの照れくさいとか恥ずかしいみたいなのがあったりしますけどね、はいはい、やっぱここまで純粋に全力でやるって一生懸命やるって、うん、あ忘れてることだなとか。そうなんですよ、うん、まあ、周りを気にしがちですからね。そう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 、その缶が転がってきてそれ拾うの誰かが拾うだろうみたいなものとかもあるんで、うん、いやもう自分が拾って持って行ってポイでいいじゃんみたいな感覚なんで、うんうんうん、そうなんですよ、一生懸命ね、はい、もう人の目とか気にしすぎ。そうですよね、そうですね、はい、いやそうなんですよ。さあもう話は尽きないんですけども、あ終わりですかこれ。そうですねいやもっとね北島さんお話ししたい部分やっぱ僕らも あったんですよ、はい、そうですね。じゃあ終わったとちょっと、はい、あの裏側のトークをあいいですね一回撮って流せないやつはピーしましょう。あそうですね、そうですね本当のピープロデューサーのピーかそっちのピーになっちゃうということでございますけども、ね、すいません、はい、お時間ということでございまして、はい、本日はですね、町田くんの、うん、世界のプロデューサー、はい、北島直明さんにお話をお聞きしました、町田くんの世界はですね6月の7日から全国公開されますのでぜひ劇場で、楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ、来週のシネマトゥデイライブなんですけども、はい、映画デリバリーのですね、室賀篤史監督と女優の中原翔子さんをゲストにお迎えしましてお話をお聞きします。お見逃しのないようチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。北島さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということでそれではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。